んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、仕事は疲れるはやめるです。働くと疲れると信じている人たちがいますね。そういう人は周りの人がよく働いていると、そんなに無理すると体を壊すよと言います。あなたはそれを言っていませんか？そして実際にその人が体を壊すと、ほらやっぱりあんなに働くからよと思います。これは自分が正しかったという証明をしているのと同じです。つまりこの人たちは仕事は疲れるものと信じており、みんながそのはずだと思っているんです。でも、もしあなたが首相や大統領のような人が、働いたから疲れた、病気になったと言うとどう思いますか？何を甘えたことを言ってるんだと思うでしょう。つまり上の立場の人たちに対しては、そんなことでは精神が甘いと思っているんです。ということは、仕事は疲れるから病気になるというのは、自分の心が子供だから、精神が甘いからだということが分かっているんですね。本当は自分は仕事が嫌で、できればのんびりしてテレビを見るとかゴルフをするとかしていたいんですね。それなのにそうできないから、こんなに働くと病気になるじゃないとブレーキを踏んでいるから、本当に病気になってしまうんです。このままでは上の立場にもなれないし、病気になってしまう可能性も高いので、やめた方がいいですね。ということで今日はこれを直しましょう。いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはいつも疲れているんだね。仕事をしたから疲れて当然だと思っているよね。そして人にも、そんなに働くと疲れるよって言うよね。それを優しさだと思っているね。本当は自分が仕事が嫌いなんだよね。できれば働きたくないんだよね。そう思っているから疲れるんだよね。そして周りの人全部がそのはずだと思い込んでいるよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。仕事をすると疲れるという暗示を自分にかけているから、働けば働くほど疲れるんだよ。さらに周りの人もそのはずだと思い込むから、実際に疲れている人が増えていくんだよ。これから何年も働かないといけないのに、仕事は疲れると暗示をかけていると、働くたびに体力がなくなって老化していくよね。これは困るよね。働くことは疲れることではないよ。働くことで元気になることもあるんだよ。働くことで緊張するからこそ、体を強く保つことができるんだよ。みんなが喜んでくれる仕事をすると、逆に元気になることもあるよね。仕事を本当に好きになったら、働きたくて働きたくて、働くほど嬉しくなって、体が喜ぶんだよ。だから、働くと疲れるという暗示はやめなさい。そして、働くことをもっと好きになりなさい。働くことは、あなたの価値を作り出すことなんだよ。働くことは、社会に何かを生み出すことなんだよ。受け身で働くことをやめて、働くことに自分なりの意味を与えなさい。そしたら働くことで、あなたは給料以外の価値も受け取ることができるようになるよ。それは未来への貯金のように積み重なって、未来あなたは素晴らしい財産を手にするよ。働くことは階段と同じで、一生懸命働けば働くほど上へと登っていけるんだよ。
上からしか見えない景色が見えるよ。それは素晴らしいものなんだよ。だから働くことを好きになりなさい。働けば働くほど元気になるからね。未来の自分は健康に元気よく働くあなたが大好きだよ。